みなさんこんにちるちる。はい、商業 BL レビューサイトちるちるのライブ配信ちるライブ、本日は BL アワード2022発表特番を生放送でお送りいたします。BL アワードは商業 BL 総合サイトちるちるが毎年開催している BL の祭典です。ノミネート作品の中からユーザーの投票によって選ばれた作品を表彰いたします。今回で13回を数え、毎年様々な視点からその1年を彩った BL 作品をランキング化してまいりました。はい、そして今年度はおなじみのコミック部門や小説部門と、昨年新たに加わった映像部門を合わせた計12部門の受賞部門となりました。今画面に出てますね。はい、シロウ君にはですね、はい、各部門のベスト3を一気にご紹介いただきたいと思います。はい、それでは BL アワード2022各部門のベスト3の発表です。どうぞ。はい、タギルあ、俺の名前はチルオ。見ての通り長い耳と尻尾がチャームポイントな可愛いウサギだ。お前たちには理解できないかもしれないが、可愛い姿の俺も大人の姿の俺も等しくチルオであり同じ個体だ。わかるだろう、この色気が証明するように変化など些細なものだ。さて今日は予定通りBL 情報サイトチルチルが行う年に一度の商業 BL の祭典 BL アワード2022の発表をしていきたいと思う。今回は総合ランキング12部門の中からベストコミック、ベストシリーズ、ベスト次に来る BL、 ベスト官能、ベストディープ、ベスト小説、ベスト攻め、ベスト受け、ベスト BLCD、 ベスト表紙デザインの10部門3位までを発表していきたいと思う。では早速始めよう。まずはベストコミックの発表だ。 BL アワード2022ベストコミック第3位、神様なんか信じない僕らのエデン、ジョー一ノ瀬ゆま。第2位、幼馴染じゃ我慢できない、1桃瀬あん。第1位、夜明けの歌、1湯野一花。以上がベストコミック3位までの発表だ。どうだ、お前たちの好きな作品は入っていたか。続いてはベストシリーズの発表だ。 BL アワード2022ベストシリーズ第3位、ギブン7絆付き。第2位、オールドファッションカップケーキ with カプチーノ、サガンサガン。第1位、さえずる鳥は羽ばたかない、7米田光。以上がベストシリーズ3位までの発表だ。両作をシリーズで読むことができるのは幸せなことだな。次はベスト次に来る BL の発表に行こう。今年も期待あふれる作品がランクインしているぞ。BL アワード2022ベスト次に来る BL 第3位、息できないのは君のせい。第2位、宝くんと天城くん。第1位、初太鬼1。以上がベスト次に来る BL 3位までの発表だ。まだ読んでいない作品があればぜひチェックしてみてくれ。続いてはベスト官能の発表に行こう。 BL アワード2022ベスト官能第3位、ヒーリングパラドックス
昼寝視野。第2位割り切り、中川かね子。第1位僕のつがいはサラブレッドオメガ、新田立花。以上がベスト官能3位までの発表だ。美しい官能の世界にどっぷりと使ってみるのもいいかもしれないな。次はベストディープの発表に行くぞ。 BL アワード2022ベストディープ。第3位夜蛾町、1位ビョンドク。第2位手を伸ばしたら翼、山田のの。の第1位ハッピーオブジエンド、オゲレツ田中。以上がベストディープ3位までの発表だ。多様な魅力がぎゅっと詰まった作品ばかりだ。ディープ好きにはたまらないランキングだったんじゃないか。続いてはベスト小説の発表だ。 BL アワード2022ベスト小説。第3位背中を預けるには、1位小綱みなみ。第2位魔導阻止、1位モーシャン投手。第1位インタールード美しい彼、番外編集、なぎらゆ。以上がベスト小説3位までの発表だ。普段小説を読まないやつもこの機会にぜひ手に取ってほしい。さて次はベスト攻めの発表に行こう。 BL アワード2022ベスト攻め。第3位魔導阻止、1よりランワンジ。第2位さえずる鳥は羽ばたかない、7よりどうめき力。第1位インタールード美しい彼、番外編集より、平和成。以上がベスト攻め3位までの発表だ。好みの攻めはランクインしていたか。安心しろ、全員納得の攻めばかりだ。さてではベスト受けの発表もいこう。 BL アワード2022ベスト受け。第3位セラピーゲームリスタートにより水戸みなと。第2位さえずる鳥は羽ばたかない7よりヤシロ。第1位インタールード美しい彼、番外編集より、清井壮。以上がベスト受け3位までの発表だ。こちらも魅力的な受けばかりランクインしたな。続いてベスト BLCD の発表に行こう。 BL アワード2022ベスト BLCD。 第3位ひざまずいて愛を問う。第2位さえずる鳥は羽ばたかない7。第1位憎らしい彼美しい彼2。以上がベスト BLCD3 位までの発表だ。耳から BL を摂取するのも大事だな。新たな作品の魅力に気づくことも多いんじゃないか。いよいよ最後の部門になる。ベスト表紙デザインを発表していこう。 BL アワード2022ベスト表紙デザイン。第3位ハビービーに口づけをパンダ。第2位港商事コインランドリーに缶詰サワ椿ゆず。第1位裸足の天使
野々宮糸。以上がベスト表紙デザイン3位までの発表だ。思わず手に取りたくなるような目を引く表紙デザインばかりだったな。以上 BL アワード202210部門3位までの発表だ。今年の BL アワードも良作が溢れていたな。まだ読んだことのない知らない作品があればぜひチェックしてみてくれ。4月1日金曜日に発表されるBL アワード2022に伴い、購入条件を満たすと豪華特典小冊子がもらえる BL アワード2022フェアを今年も開催。今回の BL アワード2022フェアは映画メタモルフォーゼの縁側とコラボ、原作者鶴谷香織先生書き下ろしの映画化記念コラボデザイン版と、蛇の目先生作画の劇中漫画デザイン版の2種類の表紙で配布になるぞ。さらに原作者鶴谷香織先生によるインタビューも巻頭に掲載。毎年人気の BL 作家による書き下ろし企画は今回過去最多の30名が参加。 BL アワード2022フェアは4月1日金曜日10時より光 TV ブック、 ebook ジャパン、レンタコミックシーモア、本との主要電子ストア、全国のフェア開催書店、アニメイト全店&通販、コミコミスタジオ通販で順次開催する。詳細は BL アワード特設サイトおよびチルチル上のフェア開催情報を確認してくれ。はあ、今年の BL アワードも盛り上がってきているな。新たな作品の魅力や出会い、どうやら体が元に戻ろうとしているようだな。今回はこの辺りで終わりとしよう。引き続き BL アワードを楽しんでくれ。それじゃあな、お前たちの BL ライフに実り多からんこと。ああ。